こんにちは、タクマットです。今回は AA イコール10周年の年にあたる2018年について話をしていきたいと思います。この動画では2018年の前半、なにわ圧縮ツアーとかリレックの発売についての話をしていきたいと思います。2018年はまずいきなり1月から激アツな歪み始めのツアーが大阪でありまして、1月19日から21日までの3日間、あの灼熱のツアー、なにわツアー2018コンプレッサーが開催されました。詳細はこんな感じになってまして、19日に大阪ルイード、20日に心斎橋クラブドロップ、21日にライブハウスパンゲアの3日間になるんですけれども、2017年のクロスフェーダーで開催発表があってから僕はずっと楽しみにしてたんですよね。そして2015年の世田谷圧縮があまりにも激アツで楽しかったので、このなにわ圧縮ツアーもがっつり3日間投資券でチケットを取って行ってきました。3日間連続であるので、初日から飛ばしすぎると体力が持たなくなることを2015年の世田谷圧縮の時に体感して、その教訓を生かしてですね、配分を考えてみようと決めてはいたんですけれども、やっぱ全然無理でしたね。初日からぶっこんで暴れ倒してしまったせいで、もう体バキバキになりましたね。だってあんなにも攻めまくったセットリストなんで、まあセットリストはこんな感じなんですけれども、3日間で演奏された曲も全部で59曲もありました。もう初日3曲目にいきなりピースは来るし、もうラストにはめちゃくちゃ久しぶり、9年ぶりぐらいですよね、ニューヘローもやってくれてめちゃくちゃ嬉しかったですし、めちゃくちゃもうこれは盛り上がってましたね。そして2日目のドロップでは、普段めったに演奏されないシャープ2の曲で、僕の大好きなフリーズとか F とか BP マスターなんかが演奏されて、もう本当に嬉しかったです。暴れまくりましたね。このなにわ圧縮の2日目はセットリスト的にも僕にとって今までの A イコールのライブの中でかなりベストアクトとなりました。そして2日目の1曲目もニューヘローをやってくれて、1曲目のラストの曲を次の日の1曲目に持ってくるっていう、バトンをこう繋ぐような形で超ハッピーでぶっ飛ばしたスタートだったのも嬉しかったです。そしてあっという間の3日間で、当時僕がねツイッターで書いたんですけれども、 AA イコールを楽しむために起きて、AA イコールを楽しむために食べて、 AA イコールを楽しむために準備をして、 AA イコールを最大限に楽しんで、 AA イコールのことを仲間で語り合って、明日の AA イコールのことを考えながら寝る、こんな最高な3日間は他にないっていうね、こういう風に書いたんですけども、本当にそう感じられる圧縮 3days は、体力の限界を超えて最後まで全力で AA イコールにしがみつきたいっていう一心で全日程楽しく参戦しました。いろいろと予定調整したりとか、軍資金の準備をしたり、何かと大変なところも多々ある圧縮ツアーなんですけども、AA イコールファンにとっては夢のような3日間なので、また開催される時がもしあれば必ず行きたいですね。そしてこのなにわツアーはライブ以外にも楽しみがあって、各ライブが終わった後に、こんなね、予告のフライヤーが毎日1枚ずつ配られたんですよね。これはこの後4月4日に発売になるリレックのスペシャルボックスセットに関する予告フライヤーになってるんですけれども、これ1日目がこんな感じで、こっち側はこの O っていう風に書かれてて、でこのベアブリックと T シャツがここに書いてあって、あと2つはハテナになってるもので、これなにわツアーの最終日の翌日1月22日の18時に何かしらの発表があることを予告するフライヤーにもなってます。これも毎日すごい楽しみ趣味でしたね。2日目はこちらになってまして、これこちら側は愛っていう風に書かれてて、 T シャツの横にこのスペシャルブックっていうのが追加されていて、そして3日目もこの O っていう風に書いてあって、裏面にはノベルっていうのが追加されました。そしてなにわツアーのフライヤーっていうのもあって、こういうフライヤーが配布されました。そしてグッズの数もねすごく多くて、なにわツアー関連の T シャツだけでも9枚も販売されて、このツアー T シャツっていうのがまず販売されて、後ろ面はこのようなツアー日程が書いてあるもので、こういうのが販売されたり、あと各日にち別の限定 T シャツっていうのも今回もありまして、こういう感じになってます。あと今回ね、大阪の開催ということもあってなのか、この T シャツなんですけども、ショッカーの店頭限定カラーのこの T シャツも販売になりました。これは2日目のライブ前にはもう完売していたそうですね。そしてライブの後にもこのツアー T シャツのブリーチバージョンっていうのが販売されたりとか、あとこちらですね、このウェルカムトゥーザなにわヘルって書かれた T シャツなんですけど、これたけしさんがなにわツアーの間に着てた T シャツなんですけども、しかもこれも各日にち別のカラー違いのプリントがされたものでして、こういうのも販売されました。ちなみにたけしさんはこのようにですね、上下でブリーチがかかった特別なバージョンの T シャツをライブで着ていたんですけども、僕も真似をしてこのように本物の仕様
用のように自分でブリーチをかけてみました。そしてラバーリストバンドも今回もたくさんありまして、まずこの前売り3日間投資券の特典になったラバーリストバンドがあって、あとはこのように各日にち別の赤黄色青のラバー版も今回も発売されました。そしてツアータオルがこちらでして、これもすごくインパクトやっぱりあってすごいかっこいいですよね。そしてここからは何はツアーのグッズではないんですけれども、この時から販売がスタートになったグッズっていうのがあって、まずこのシェルパーカーっていうのがね販売されて、これは AA イコール初のアウターになりますね。あとこのサコッシュっていうのも販売されたり、あとは A イコール丸ロゴの赤と黄色のロゴのキャップも販売されました。そして何はツアーの後には1月24日にクロスフェイスのシングルにリミックス参加したり、あと3月にはマーティー・フリードマン氏のプロデュースのイメージアルバムに作曲と編曲で4曲参加したりもしています。そしていよいよ4月4日になるんですけども、 A イコール始動してから10周年の記念として AA イコール初のベストアルバムリレックがリリースとなります。はい、こちらがそのリレックになるんですけども、このベストアルバムには全19曲収録されていて、その19曲全てが再録されているんですけども、ライブを重ねてアレンジされたこの時点での最新型の19曲になっています。もともとはベストアルバムを出そうっていうよりも再録したいなっていうところから始まった話らしくって、最初のアルバムから10年くらい経っていて、ライブでのアレンジもいろいろと変わってきているので、この時の形をレコーディングしたいとずっと思っていて、タイミングもちょうど良かったっていうことでこのような形になったということです。なので収録曲の選考基準はライブでよくやっている曲で、あとアレンジがやっていくうちに結構変わった曲が中心になっているとのことですね。なのでシャープ1からの曲が必然的に多くなっていて、逆にシャープ5からはこの時点で出たばっかりで再録する必要性を感じなかったようで、1曲しか入ってない形となっています。そしてレコーディングはなんと3日間で全19曲を取り切るっていう速いスピードで行ったみたいで、ライブレコーディングのように撮るっていうのがコンセプトだったそうです。本当にライブをやるようにせーので一発で撮ったものもあるみたいで、すごくバンド感を感じるアルバムにもなってますね。たけしさんのボーカルは後で撮ったりしたそうなんですけれども、ベースとシンセ関係は一緒に撮ったらしいです。原曲と聴き比べてももう新曲のように生まれ変わっている曲もあるようにも思うし、どの曲も最高にかっこいいと思います。まだまだ撮り直したい曲もあるみたいで、機会があればリレック2を作りたいっていうふうにもインタビューでも話していました。そしてこのリレックには限定スペシャルボックスセット OIO っていうのが同時にリリースとなったんですけれども、それがこちらになりまして、本当に最高に嬉しいボックスセットになってまして、まずねそのボックスがこのようなクラッチバッグに入ってるんですけども、このクラッチバッグがねすごい夏のプールみたいな匂いがして僕は大好きですね。これ初め2000セット限定っていうアナウンスされたんですけども、途中で追加生産もされたみたいで、正確な数はちょっと不明なんですけれども、これちょっと開けてみると中にはこういうボックスが入ってて、裏面はこういう風になってるんですけども、このボックスの中にまずこのたけしさんのライブのスタイルを完全再現されたこの可愛いベアブリックっていうのが入っていて、そしてこのベアブリックが着ている T シャツと同じデザインの T シャツ、こちらですね、この T シャツも同梱されています。そしてこの AA イコールバイブルも入っていて、このバイブルは AA イコールの始動から2018年までの年表っていうのもここの中に載っていて、この動画の参考資料としてもめちゃくちゃ使わせてもらってます。そして当時のダイアリーにもこのバイブルについて、分かりやすそうで分かりづらい存在の上田たけしの解説書のようなものっていうふうにも書かれたりもしましたね。そしてこの動物農場 AA イコール OIO スペシャルエディションっていうノベルまで入っていて、 AA イコールファンにはたまらないボックスになってますね。この動物農場の後書きにはあくまでマットの3分の1の目線っていう書き方ではあるんですけれども、マットが活動休止してから約12年経ったこの時にたけしさんからマットの休止のことについて語られています。2005年あたりにたけしさんがマットについてどんな風に考えていたのかとか、この時のマットを応援していたファンに対しての気持ちとか、あと A イコールのたけしさんとしての存在意義や A イコールとしての決意表明とかが書かれていると思います。この後書きの205ページは何回読み直してもやっぱり涙が止まらなくなっちゃいますね。そしてこの表紙とかこの本の中の挿絵には七五郎さんのイラストがたくさん使われていて、これも見ていて興味深いなって思います。そしてこれがリレックのフライヤーになりますね。裏面にはこの後行われるツアー OIO2018 のスケジュールなんかも載っています。そしてこの頃この OIO のリリースを記念して、この OIO のロゴが入った T シャツが販売されました。
ちなみにちょっと余談にはなるんですけれども、この OIO っていうのは、このようなマークがあって、これちょっと意味を調べると、離婚を意味するシンボルマークでもあるみたいなんですよね。ちょっと怖いですよね。なぜ OIO にしたのかっていうところが、いろいろと深読みもしちゃうなっていうところでもありますよね。ということで、今回は、なにわツアーとリデックについて熱く語ってみました。次回は、5月からのツアー OIO2018 についての動画を作っていきたいと思ってます。よかったらまた見てくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。タクマットでした。